日本ライトフライ級王座決定戦両選手入場です。はじめに青コーナーより芝力人選手入場です。ただいまより本日のメインイベント日本ライトフライ級王座決定10回戦を行います。赤コーナー108ポンド三月所属 WBA 世界ライトフライ級12日本ライトフライ級1富田108ポンド新生所属日本ライトフライ級2芝
ジャッジ近藤健二、同じく川上淳、同じく村瀬正和、レフェリー池原信人。メイウェイと日本ライトフライ競争で10回戦、これは反則ね、人が頭注意してフリーノックダウン、ダウンしたらカウントエイトまで立ち上がってファイティングを取ろうぞと、ことレフリーの指示判断したかってお互い正々堂々と戦おうと。で、整形でご紹介いたします。赤コーナー富田大輝、三月所属、1997年11月生まれ、大阪府堺市出身、デビュー2015年5月、戦績20戦18勝2敗、18勝のうち6つの KO 勝ちが含まれています。対しますは青コーナー芝力と新生所属、1995年10月生まれ、大阪府枚方市出身、デビュー2018年5月、戦績8戦6勝2敗、6勝にうち3つの KO 勝ちが含まれています。お客様にお願いを申し上げます。ラウンド中フラッシュを使っての写真撮影は試合の妨害になりますのでご遠慮願います。ラウンド2、
ラウンド3。ラウンド4。Thank you.
頭の中。
お客様にお願いを申し上げます。選手への声援はお控えいただき、拍手での応援を徹底してください。選手への声援はお控えいただき、拍手での応援を徹底してください。それでは第5ラウンド終了時点での採点を公開いたします。48対47の1射が赤コーナー富田選手優勢で、48対47の2射が青コーナー柴選手優勢です。現在のところ2対1でございます。ラウンド6、ラウンド7。
Yeah.
Thank you.
セコンドアウト。ラウンド10。ラストラウンド。日本ライトフライ級王座決定戦採点の結果を発表いたします。ジャッジ川上96対94、青芝、ジャッジ村瀬、ジャッジ近藤ともに95対95、以上1対0の判定により規定の勝ち点に達しませんので、この試合はドロー、引き分けでございます。
これをもちまして本日の試合は全て終了いたしました。ご来場誠にありがとうございました。